違法、ネイマール、前十字靭帯と半月板を断裂だと判明。アルヒアルはワールドカップ予選のウルグアイ戦でネイマールが前十字靭帯と半月板を断裂したことを発表した。一日も早い復興を祈ります。ネイマール、前十字靭帯と半月板やったんか。これはエグいな。ネイマール、定期的に大怪我してんのマジでもったいない。ネイマール、そんな重症なんや。 ACL 断裂と半月板って年齢考えたらネイマール復帰するまでに相当かかりそう。キャリアやいぞこれ。いつも痛がっているからそんなだとは思わなかった。復帰まで1年かかりそう。10日を大事に。アルヒラルドの契約終わっちゃうじゃん。毎日サッカーに関する動画を投稿しています。よければチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。